フェニックス、カトレア、鈴鹿絶エアポートライン株式会社は、三重県津市に本社を置く、海運会社である。岡山県岡山市に本社がある、両備ホールディングスの100%出資による子会社。三重県津市のつなぎさ町と、愛知県と小鍋市の中部国際空港を結ぶ、定期旅客航路を運航する。2009年から2016年12月19日までは、 三重県松阪市の松阪港を結ぶ定期旅客航路も運航していた。三重県中部地域から中部国際空港までの所要時間は伊勢湾岸を迂回する自動車、または鉄道と比較した場合、乗り継ぎ時間を除くと所要時間は約半分となり、直線的に結ぶ会場輸送が時間的に有利となり得る。また、運賃については鉄道を特別料金が 不要の列車だけで空港に向かった場合は、鉄道が安くなるが、近鉄の特急列車や伊勢鉄道、JR の快速列車の指定席を使用した場合などは投稿路を利用した方が安くなる。自動車利用の場合、同乗者数や空港駐車場での駐車料金にもよるため単純な比較はできないが、高速道路の通行料金などを考慮すると、 つなぎさまちターミナルの無料駐車場を利用して、投稿路を利用することにより、金額的にも有利となりうる。2016年12月現在、運賃及びダイヤの詳細は、公式サイトを参照。津工路津高路は、当初1日1500人を超える利用者があったが、2006年末に、松阪高速線が就航したことや、空港見学者が減少したことなどが影響し、 800人前後まで落ち込んだ。また、開口時の約2.6倍となった燃料費も経営を圧迫したため、2008年9月1日から運賃値上げを行った。現在の運賃は2470円。松阪航路松阪高速線の経営を引き継いだ。松阪航路は、運賃を従来の2400円から2700円に改定した。 また2011年8月20日から直行便が廃止され、全便がつなぎさ町経由、または乗り継ぎになった。松阪航路は、ツヤポートライン一貫後に、松阪高速線の利用者数を上回ることはなく、津航路の黒字で、松阪航路の赤字を補填している状態であった。松阪市との契約満了により、2016年12月19日、廃止。 フェニックス船内2004年竣工、未保存船所建造。124トン、全長31.45メートル、幅8.30メートル、高快速力30ノット、旅客定員108名船内はバリアフリー化されており、車椅子専用座席、車椅子対応トイレなどを備える。総動船であることから、従来の船舶に比べ波浪による揺れが少ないとされる。 2004年春工、未保造船所建造。フェニックスの同系船。本船は、赤塚植物園などを経営する津市の赤塚グループから寄贈を受けたものである。松坂高速船から継承。常石林業建設建造。予備船として運用されていた。130総トン、全長31.5メートル、幅8.0メートル、高快速力30ノット。 旅客定員108名30交通が運行する、つなぎさ町線つなぎさ町、松阪港。ありがとうございます。